こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。最新鋭の F-35A ステルス戦闘機の導入については、すでに航空自衛隊で開始されています。しかし、2018年末時点には、依然として、機体数では201機が収益中の F-15 戦闘機こそ主力機と言いましょう。この F-15 戦闘機は、1980年、昭和55年に航空自衛隊に導入されました。その後、日本国内でライセンス生産され、正式な型番としては F-15J-DJ と呼ばれています。さらにこの F-15J-DJ の中でも回収された機体は JMSIP。 まだ回収されていない機体は FMSIP と呼ばれ、それぞれ区別されているそうです。当時の回収内容というのは、機体の処理能力を高めるためのメインコンピュータの換装、部品や装備を性能に異なる部品のもの、取り替えに高く、並走の管理盤をアナログ式から改めるというものでした。2018年末に発表された中期防衛力整備計画で示唆されているのが、回収済みの JMSIP への追加回収案です。ちなみに対象となるのは約20機と言われています。回収対象ではないプリ MSIP は、もともとの製造元だったアメリカへの売却が予定されているそうです。その代金を最新 AF-35A-B ステルス戦闘機の購入経費に充当する計画とも伝えられています。日本が何も手をつけていない未回収戦闘機をそのまま販売元へ売ってしまうということですが、アメリカとしては基本スペックに変更ない方が自分たちが好きなような改造できるので便利なのでしょうね。そんなプリ MSIP にとって最も欠点となるのは、新型 AAM-4 空対空ミサイル99式空対空誘導弾に対応できないことであり、このミサイルのメリット、発射後の誘導が不要がかつ課せないということです。ということは、近年急速に能力を向上させてきた敵国戦闘機への対応能力が不足しているということになります。なので、F-35A-B ステルス戦闘機への開配が進行中とのことです。では、JMSIP の回収内容ですが、3点ほど大きく実施されることが報じられています。1、搭載する空対空ミサイルの数を増すこと。2、敵の攻撃をかわせる最新の電子戦能力を所持すること。3、敵の射程外からの攻撃ができるようにすることの3点となっています。詳しく紹介していきますね。1の空対空ミサイル数の増加については、現状では中距離空対空ミサイルは最大で8発の搭載が可能なのですが、これを 1.5 倍の12発まで増やす予定とされています。
2の電子戦能力の強化についてですが、最新鋭の統合電子戦機能及びレーダーを換装して、敵の攻撃回避能力を高めていくものと考えられます。3の敵射程外からの攻撃能力については、巡航ミサイルのジャスムと、長距離空対艦ミサイル、ルラスムを搭載することを検討していると、推測されます。それに加えて、この改修以後のプリ MSIP には、最新鋭の F-35 戦闘機用の空対艦ミサイル JSM を実装することも可能と見られています。さらに移動する標的に対する攻撃能力を持つストームブレーカー誘導弾地中貫通型巡航ミサイル KEPD-350 などの様々な兵装への対応も注目ポイントです。この敵防空システムの距離外からの攻撃能力を持ったいわゆるスタンドオフミサイルの採用に関しては操縦席内装備の近代化も欠かせないものとなりそうです。このような操縦席部分の近代化は、今まで使用してきたアナログ計器類と交換することになりますから、機体が軽量化するとともに、搭乗員自身への負荷を軽くできるという期待も高まることになります。IT 時代となり、無人戦闘機すら実現しそうな近年ですが、やはり機体を動かすのは人間。まだまだ人間に与える衝撃は決して小さくはありません。だからこそ、戦闘機自体の高性能化はもちろんですが、搭乗員への負担軽減も優先事項となるわけです。このように改修された F-15J、DJ 戦闘機 JMSIP は、今までの星空戦闘機としての空対空能力だけではなく、対艦、対地攻撃能力を高めた様々な用途に応用が効く汎用戦闘機へと、進化していくことが予想されます。JMSIP の作戦行動領域が拡大することは、最新鋭ステルス戦闘機 F-35A や B の行動を補ってくれるものと期待されます。それだけではなく、航続距離も長くなりますから、相乗効果も大いに期待されるのです。F-15 戦闘機を製造した、言うなれば生みの親であるアメリカのボーイング社では、2015年時点で F-15C-2040 という改修バージョンを提示しています。これはその名の通り、2040年までの現役続行を目指した改修となっています。主力となる戦闘機にとって最重要ポイントは何と言っても敵に発見されにくいステルス性能ということでしょうが、主力戦闘機を助ける立場の全世代機は、いろいろなことに応用が効く汎用性が最優先ということになるようです。この汎用性を高めていくことが、機体の耐用年数を伸ばすことに直結していると思われます。とは言っても、このボーイング社の提言には背に腹は変えられないというビジネス上の本音もちら見できるようです。
ボーイング社は、ここ最近、大口顧客であるアメリカ軍用の戦闘機などの入札に軒並み失敗しているのです。お株を他社に奪われてしまったという現実を突きつけられたというわけですね。そこで、同社としては、軍用機の受注確保策を考えました。それが、本当だったら、新型機でやりたかったパーツへの回収提案と、推測されているのです。F-15 戦闘機は、この当時は、世界最強の戦闘機と目され、これまで、多くの実戦においても一度たりとも撃墜されることがありませんでした。この機体の回収を提案された航空自衛隊は乗り気ではなかったとも伝えられているのですが、上部組織であるアメリカ軍がこれを了承したことで風向きが変わったと言われています。F-15 の延命の陰には、ボーイング社の機体だけではなく、複雑に絡み合う現代世界の軍事事情が色濃く反映されているようにも思われます。日本は護衛艦、出雲での F-35B ステルス戦闘機運用を目指していますが、それでも F-15 戦闘機のアップデートは必要です。アメリカ軍との連携もこれまで以上に強いものになりつつありますから、現場での最新鋭戦闘機との連携は必要不可欠であり、長年活躍してきた F-15 戦闘機だけで戦う時代ではなくなってくるかもしれません。緊急発進、スクランブルに関しても F-15 戦闘機と F-35 ステルス戦闘機が任務に就くことも可能ですが、この2機の航続距離は全く違いますから、両機がスクランブルというのには、ちょっと無理があるようにも感じます。次の F-3 戦闘機は、双発エンジンを搭載したものになると思われますし、F-15 の後継機となるはずです。どんな機体が誕生するのかを想像すると、ワクワクします。近年の近隣諸国との関係悪化も、とても心配なところですが、広く情勢を見ていくことが大切でしょう。日米同盟はますます強くなるようですし、最新機を導入することで陸海空自もそれぞれ戦闘力が強化されていきます。第6世代の戦闘機開発が急務とされますが、オーバーに言えば、開発中に片遅れになる恐れもある現代では、開発スピードも重要となります。去年は最新だったテクノロジーが、今年にはもう片遅れとなってしまう。可能性のある時代だからこそ、早急にアップデートが望まれるのです。日本を守ってきたクレタ F-15 戦闘機はまだまだ飛べます。